イベントが終わる前に花絵を完成させられてよかったですわ。3人ずつで作るのも楽しかったけど、9人で作るのもとっても楽しかったずら。デザインもみんなで考えていいのができたしね。ダイヤさんが沼津の景色を花絵で表現するのはどうかって提案してくれたおかげだね。お二人が沼津の海やみかんの木が見える景色がいいかもと言ってくださったからですわ。無事に素敵な花絵を作ることができてほっといたしました。それじゃあみんなすごいってことだね。そうですわね。また次も花祭りに参加してみんなで花絵を作りたいわね。ええ、次の花絵のデザインもみんなで考えたいですわね。